ボブヘアのこの後ろの巻き方って皆さんどうしてますか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このボブヘアのこの後ろの巻き方についてちょっと紹介していきたいと思うんですけど、結構ね、短く切ってこう横とかはね全然スタイリングできるけど、後ろができないっていうね、ちょっと怖くてできないっていう方も結構いらっしゃるかなと思うので、それのね簡単な方法、ね、これをしっかりとやればやけどもしないし綺麗に巻けますよっていう方法を、紹介していきたいと思います。では早速やっていきたいと思うんですけど、まずね、このざっくりでいいので後ろをね半分に分けます。で、上の部分をダッカールで留めておいて、このような状態にしますね。で、今日使うのは 26mm のコテ、これで巻いていきます。温度設定も一番下の、一番低温でやっていきますね。髪の毛が硬い方はもうちょっと温度設定高くてもいいかなと思うので、この真ん中ぐらいの設定でもいいかなと思うんですけど、まあ、基本的に普通毛の方だったりとか軟毛の方は一番下で大丈夫かなと思います。なのでだいたい120度ぐらいで大丈夫かなと思います。で、ポイントなんですけど、あんまりねこう内巻きに入れてしまうと、このコテの部分が肌の部分と近くなっちゃうんですよね。こうなると結構ね火傷しやすいです。なのでもう基本的にボブヘアの方に関しては、外巻きが一番ベストかなと思います。なぜかというと、外巻きの方がコテの部分が外に向くので髪の毛でこう肌をガードしてくれる。なのでまあこれでも火傷するんですけど、この方がまだ熱くなった時にすぐ外せるので、お肌をね痛める心配がないかなと思うので、ぜひねやる方は外巻きにやってみてください。で、ポイントなんですけど、巻くときはもう根元の方から入れるんじゃなくて、毛先だけを挟んでそのまますーっと下に滑らす、こうね挟んでぐるぐるぐるって巻きつけたりとかすると、結構ねそれも火傷の原因になるので、もう基本的には挟んだら固定のこの丸みを使ってそのままスーッと下に滑らせる。それだけでも綺麗にこうやって跳ねてくれます。なのでまずはね毛先だけを挟んでそのままスーッと滑らせる。で、これでもね跡がつきにくいっていう方に関しては、挟んでちょっと半回転ぐらいちょっとだけ巻き込むみたいな感じでやってあげると綺麗に跳ねてくれます。で、その次に上の部分も同様に下ろして、で、分け方なんですけど、まあ僕3ブロックぐらいに分けて巻いてるので、まあ1、2、3、3つぐらいに分けてやってあげると、まあある程度の髪質の方、まあ大体の方は、綺麗に巻けるかなと思うので、で、多分ねこの一番内側の部分が一番気をつけないとダメな部分なので、ここをしっかりと慎重にやってください。で、上の部分に関してもあまり根元の方から入れるのではなくて、毛先だけで同じように挟んで滑らせる。真ん中の部分も同様に挟んで滑らして下に下ろす。この部分に関しても同様にそのままスーッと滑らせる。こんな感じで綺麗に跳ねてるのが分かりますかね。だいたい4分の1ぐらいですかね、4分の1ぐらいの部分を入れてそのまま下に滑らせる。これだけで綺麗な形になります。そしてね、サイドの部分もついでなのでちょっとやっていこうと思うんですけど、サイドの部分も同様にざっくり取ってもらって、ここも内巻きっていうよりは外巻きの方がコテの部分がお肌に当たりにくいので外巻きに巻いていきます。で、同じようにまあ大体4分、ここやったら3分の1か4分の1ぐらい、このぐらいで入れてそのまま下に滑らせる。たら綺麗にカールが出ますよね。この部分も同様に、こんな感じでやれば綺麗に巻くことができます。今までのは、コテでやったんですけど、ストレートアイロンしか持ってないよっていう方もいらっしゃるかなと思うので、
その方に関しても同様に取り方は一緒です。で、挟む位置も一緒で、そのままちょっとだけ跳ねさせるような感じですね。挟んでこういう風に外に跳ねさせる、こんな感じでやるとストレートアイロンも簡単にできます。で、ストレートアイロンの方がコテよりも火傷がしにくいので、本当に火傷が、ね、怖いっていう方に関しては、ストレートアイロンで、いや私はコテの方が慣れてるよっていう方に関してはコテでやってあげるといいかなと思います。でですね、ストレートアイロンで結構こうひねるのが苦手な方に関しては、こういうね、ちょっとね湾曲してるアイロンもあるんですよ。で、これだとこの湾曲してる部分を入れてこのまま下に滑らせるだけで綺麗に外跳ねになってくれます。なので、こうひねるのが苦手な方はこういう風なアイロンを使ってあげるとベストかなと思います。はい、ということで、こんな感じでね、ボブヘアの方の後ろの巻き方について紹介させてもらいました。で、基本的にね、やっぱり火傷が一番怖いですので、なるべくね、もう外に跳ねさせる、それだけを覚えてください。で、毛先だけを巻く、これがまたポイントです。あまりね、根元の方からやってしまうとね、すごくね、頭皮に当たってしまう可能性もありますし、首の部分がね、火傷してしまう可能性にもなりますので、できるだけ毛先を巻く、で外跳ねにする、こんな感じで覚えていただければと思います。なので最初はコテの電源を入れないで巻く練習をしてからやってあげるといいかなと思うので、いきなり電源を入れてね、練習するのがちょっと怖いかなと思いますので、まずは電源オフにしてから練習をしてみてください。で、これからのね、季節、暑くなってくる季節って、まあ、内巻きだとね、お肌にね、毛先が当たってしまって、結構ね、毛先のスタイリングが崩れやすいんですけど、外跳ねだと、ちょっとね、個人的になんですけど、スタイリングの持ちもいいかな、思いますので、ぜひね、ボブヘアの方でスタイリングね、後ろをどうやって巻けばいいのって悩んでた方、よかったら参考にしてみてください。この動画がよかったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。